はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画ではですね、まあ、米津玄師の、まあ、いろいろ最新情報が公開されていく中で、商品形態っていうのもね、一つ公開されている情報にはなるんですね。そちらの話を今日はしていこうと思います。商品形態っていうのは何かっていうとですね、まあ、いつも発表はあるんですけれども、特典版の特典は何か、その商品に何がついてくるのかっていうところと、そもそも商品の形態が何版、通常版と何とか版と何とか版と何とか版がありますみたいな感じで発表がある。これが商品形態についてなんですけれども、今回もね、漏れなくというか、例外なく発表されておりまして、今回はですね、大きくは3形態、細かくは4形態あります。で、こちらの詳細も話していこうと思うんですけど、まあ、一番最初がガラクタ版というものになっておりまして、これ初回限定版ですね。CD とガラクタとオブジェケースっていうこちらの3点がついてくるというものになっておりまして、もっと言うとですね、店舗の購入特典としてクリアファイルがついてきます。これで4つ目。これでもう一つ、 Amazon で買うとオリジナルの段ボールで届きますよっていう、ここ5つ目。こちらのね、ガラクタ版、まあ、Amazon で買うと最大5つの特典というか商品の内容になりますよっていうものになっております。お値段がですね、税込み7370円というお値段体系になっております。で、これがガラクタ版ね。で、次、映像版なんですけれども、映像版は CD、アルバムの CD プラスブルーレイプラスブリキケースっていうこちらの3種類になっておりまして、お値段税込み8910円というふうになっております。で、これが何で僕が大きくは3つ、細かくは4つって言ったかっていうと、この、ね、映像版に関してはですね、今ブルーレイって言ったんですけど、もう一つね、 DVD バージョンもありまして、 DVD バージョンだと CD プラス DVD プラスブリキケースっていうこの3点になっております。で、映像版に関しても、今回特典はね、クリアファイル、まあ、店舗特典のクリアファイル、初回、ね、最初のうちに買った人だけですよ、クリアファイルと Amazon で買った場合オリジナル段ボールで届くっていう、この段ボールも特典と含めると5つあるという形になっております。お値段税込み8910円ですね。今回の一番高い商品になっておりますね。で、あとは通常版、過去初回限定版なんですけど、これが3630円になります。こちらはまあ CD だけですね。で、Amazon で買うと段ボールと、クリアファイル、Amazon というか、店舗で買うとね、それぞれの店舗で絵柄は違うそうなんですけれども、クリアファイルが入るよというものになっております。で、クリアファイルに関しては、Amazon、楽天、タワーレコード、TSUTAYA、HMV、あと、応援店、また後日発表ということになってるんですけど、今の段階で少なくとも5種類はあるみたいなので、このクリアファイルを全部揃えようと思ったら結構大変かもしれないよね。だって通常版だって3600円とかするから、それ5個買っただけでもう3万3000円とかだから、結構お値段は張るんだよね、全部集めようと思うと。だから特にお気に入りなところの店舗で買うのをおすすめしますね。で、特にお気に入りなのが Amazon のが、ね、特典の絵柄だったらもうオリジナル段ボールで届くし嬉しいよねっていうところにはなりますね。その Amazon のオリジナル段ボール、僕ね、過去になんかたまたま買い物したので、なんかディズニーかなんかの絵柄のやつが来たことがあって見たことあるんだけど、すごいね、こう目立つ段ボールで来るのね。普段は茶色い普通の段ボール、 Amazon のあのニッコリマーク書いてある段ボールで届くんだけど、そうじゃない、こうなんだこれはっていう、ちょっとテンション上がる段ボールで届くんですよね。で、特典に関してもですね、なんかコメントでちょこちょこ言える、なんか質問が来ててですね、なんか Amazon の商品ページで見ると CD プラス DVD だけでブリキケースって書いてない、映像版の話ね、ブリキケースって書いてないっていう話もあるみたいなんですけど、まあ、公式ページでちゃんと書いてあるんで、 Amazon で買ってもちゃんとついてくるはずです、ブリキケースね。まあ、ブリキってものが僕はどういうものなのか分かんないんですけれども、まあ、今回のそのガラクタ版って言って、ガラクタっていうそのよくわからないものを商品に追加してるあたり、なんかブリキっていうのもなんかこう高価なもの、というかそういうものではないさそうだよね、ブリキっていうもののイメージとしてね、そういうふうに持ってるんだけど、実際どうなんだろうね。で、今回のガラクタ版の特典のガラクタっていうのは本当何が封入されるか今現時点でわかんないんだよ、ガラクタとしか書いてないからわかんないんだよ。で、僕はなんかわかんないけど、そう、鉱石みたいなののなんかこう置物みたいのが来るんじゃないかなと思ってるのね。まあ、ガラクタといえばガラクタだけど、なんか綺麗だよねみたいな、なんかそういうやつが届くんじゃないのかな、ガラス細工みたいな、そうガラスではないと思うけど、なんかそういうやつとかね届くんじゃないかなって。で、それを入れとくケースも付属しますよっていうことなんじゃないのかなって思ってるのね。なんか M87 の時の、何番だっけ、ウルトラ版だっけのケースもここにあるんだけど、こういう感じでね、
これもなんか確かこのケースってことだよで商品発表されてたと思うんだけど、これどうやって開けんだっけ、ちょっとあこういう感じこういう感じで入ってんだけどね、これケース、これもケースなんだけど、こういうケースで入るような、でここにあの実はね今ここにあるんだけど、こうやって入ってたんだけど、こういう感じで、これ自体がケース、これ自体が商品という風な位置づけだったんだけど、こういう感じのものが付属するんじゃないのかな、イメージとしてはね、こういうものが付属するんじゃないのかなと思いますね。このね M87 のさ、このねウルトラ版かっこいいよね。 CD の絵柄今だと見えないけど、見にくいと思うけど、かっこいいよね。まあこのジャケットがまずかっこいいっていうのもあるんだけどね、こういう感じのもの商品なんじゃないのかなっていう風な予想はしてますね。実際どうなるかわかんないけどね、まあ、その辺もね楽しみにしつつね、僕はね見ていきたいなとは思いますんで、まあ、実際最終的にその商品の形態がどうなるかについてはちょっとまだ今のところわかんないところではあるんですけど、まあ、そこはね、まあ、アルバムの発売もまだ2ヶ月先の話なんで、まあ、まだまだこれからね、追加情報出てくる、まあ、金曜5時報って言われるようなね、金曜日の夕方5時過ぎになんか新しい、ね、情報がどでかいのがボンボン発表されたりとかあるようなね、ことがね最近また始まりましたんでね、米津玄師の発表って金曜5時報って言われるぐらい金曜日の夕方に発表されることがなんか多いんだけど、ここ最近はね特に多いんだけど、まあ、それがアルバム発売に向けて、また多くなるんじゃないのかなというところで、まあ、楽しみになる要素の一つではあるんだけどね、その金曜5時報だから金曜の夕方みんなそわそわしだすと思うんだけど、ね、そういうのがありますんでね、金曜の5時別に絶対に発表がありますってわけじゃなくて、公式もねアナウンスしてるわけじゃないので、まあ、保証はできかねるんだけど、まあ、ただ、まあ、可能性としてありそうだなっていうところだよね。ちょっと気にかけておいてみると面白いかもしれない。なんでチェックしておいてもらえると、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕もチェックしておいて、まあ、そのリアルタイム17時にすぐ確認してっていうのは難しいかもしれないけれども、まあ、チェックしてですね、皆さんに内容は後からですね動画でまとめて、うわーすげーのが来たぞーになるのか、今週は発表なかったかなのか、ちょっとどういう風な形になるかわかんないけど、皆さんにもねお伝えはすると思うのでね、まあ、僕の動画もね楽しみに見ていただければと思いますね。まあ、なんか僕みたいなことを最近ね YouTube でやり始めた人もちょこちょこいるらしいんですよね。まあ、ぜひそういう人たちにねコラボとかできたらと思いますんで、ぜひね声かけてもらえたら意外と簡単に僕はやりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で今回の動画はそういったところで商品形態についてねちゃんと触れてみました。まあ、配信とかでちょこちょこ話はしてたんですけどね、動画としてちゃんと触れておくのがいいだろうということで触れさせていただきました。ちょっと時間が足りないんでね、編集とかできてないかもしれないですけどね、このまま載せてるかもしれないですけど、まあそれでもね嬉しいものはやっぱ気持ちとして僕も動画でね記録として残しておきたいので共有しておきたいなと思いましたんで動画にしました。見てくれた方々ありがとうございます。良ければねいいねボタンと、あとチャンネル登録まだしてないよって人はチャンネル登録しておいてもらえると嬉しいです。じゃあ今日の動画はこんなところで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまたね。